自然的名称の代表、特別名称、特別天然記念物の上高地名称とは、日本における文化財の種類の一つで、芸術上、または鑑賞上価値が高い土地について、日本国及び地方公共団体が指定を行ったもの。特に、文化財保護法第109条第1項において、規定された国指定の文化財の種類の一つ。人文的名称の代表、 特別名勝の県独園日本の文化財保護法は、庭園、橋梁、教国、海浜、山岳その他の名称地の中で、日本にとって芸術上また干賞上価値の高いものを文部科学大臣が名称及び特別名称の名称で指定することができると規定している。地方公共団体においては、文部科学大臣の指定から漏れたものに対して、それぞれの条例に基づいて、 教育委員会が指定を行っている。名称の保護制度は、1919年に施行された、史跡名称天然記念物保存法において、風地景観の優秀な土地、名所的な土地を保護する制度として始まった。1950年制定の文化財保護法に引き継がれ、自然保護制度としての性格を強めている。文化財保護法、第2条第1項第4号では、 記念物について、次の通り規定している。そして、文化財保護法第109条第1項では、名称について、次の通り規定している。文部科学省が公表している、特別史跡名称天然記念物及び、史跡名称天然記念物指定基準では、名称の指定基準が次のように定められている。これらの条件を満たすと判断されたものが、文化審議会における、 専門家の審議を経た上で名称に指定される。2020年3月10日、現在422件が名称に指定されている。名称は人文的名称と自然的名称とに分類されることもある。人文的名称は日本庭園のような人為的に形成された景観である。自然的名称は主に自然の働きによって形成され、 歴史や文化にも支えられている景観である。2021年3月26日現在、庭園、公園及び橋梁など、人文的名称に属するとされている名称は246件、内特別名称は24件である。文化財保護法第109条第2項では、特別名称について、次の通り規定している。そして、特別史跡名称天然記念物及び、 史跡名称天然記念物指定基準は特別名称の指定基準を次のように規定している。つまり名称の打ち価値が特に高いものが特別名称である。36件が特別名称に指定されている。文化財保護法第182条第2項は次の通り規定している。この規定に基づき各地方公共団体は 文化財保護条例等の名称の条例を制定して、名称の指定を行っている。ただしこの条文は、国指定から漏れたものに対して、地方公共団体の指定がなされると解釈されるため、国指定となったものに対しては、地方指定は解除される。ありがとうございます。